皆さんこんにちは。大分トリニータ対カターレ富山、解説には元日本代表の北澤剛さんをお招きしています。北澤さん、よろしくお願いします。こんにちは、よろしくお願いします。さて北澤さん、今日の対戦ですが実力では均衡していると言われているようなんですが、その辺いかがでしょう。戦力面では大きな差がありませんからね、予想しきれないとこはありますけども、まあ見応えのある接戦になると思いますね。なるほど。選手が入場します。あと少しで試合が始まります。キックオフでスタートです。立ち上がり動きを見てまいりましょう。富山中央から持って上がります。浮き球つながるか。おっといい狙いですよ。中島平井で さあサイドへ中島浮かして狙ってきた。おお、どうだ。ここはよく守りました。さあ来た、開きましたよ。木本後ろからさらに行く。一人持ち上がっていく。サイドのサポートはあるのか。ない。選択は一人抜いていく。おー、いいですね。ボールを中に入れますが、これは弾かれます。ここは精一杯クリアします。パス。前半も15分が過ぎました。大西持ち上がっていく。いやー、抜けてきた。右サイドへ振って、あっと笛が鳴りました。オフサイドですね。やや飛び出しすぎたようです。若さ一旦預けます。若さ戻す。左サイド取られます。うん、自分で行く。いい守りを見せました。右サイド、もう一度戻して、これは通りませんでした。端からチャンスを作る。大きくクリアします。戻し、また返した。北澤さん、富山
まだ得点はなく0対0。この時間帯になってよく前の方で奪うシーンが増えてきました。はい、チーム全体として早め早めに動き出してますよね。30分を回りました。木本、預けて秋元、富山、今のところ0対0。だんだんとこう中盤を支配されだしている感じにも見えるんですが、中盤の対応が少し遅くなっているように見えますね。若さ、伊藤、西、さあ一人で上がっていく、シュート、ゴール、大分見事な先制点、うまく蹴り込んだ。しかしいいところで決めてきますよね。そうですね。さて画面ではただいまのゴールシーンをもう一度ご覧いただいています。そしてまた北澤さんですが、見事な先制点となりましたね。富山としてはここからどんなか、さあ富山この状況でどう立ち向かっていくか、早いうち何かきっかけをつかむことでしょうね。渡ります、亀田、大西、秋元、流し込んで、さあ前に誰がいるのか、待っていた、パンチング、コーナーキックになります。初めてのコーナーからのセットプレー、ゴール正面、大きく蹴ります、クリアです。吉川、前線フィード、パスです、木本、梅村、おっと前半終了のホイッスルです。北澤さん、はい、大分先制して折り返しました。この結果どうご覧になりますか。ええ、いいペースで試合の運びができましたよね。守りも悪くないですしね。なるほど。さあ後半キックオフ、両チーム交代はありません。取られます、西、上がっていく、前線です、吉川、秋元、このボール渡るか、遠目から、左、木本、また後ろ、つながります、中に人がいる、つながりません。ここで奪ってきた、これはクリアします、左サイドから、ここは大きく蹴りました、
ここまで来ている。頭ヘッド、いいですね。うまくスペースを潰してましたよ。後半の15分に差し掛かりました。繋がりません。また取り返した。中にいる選手が少ないぞ。このシュートクリアします。左サイド、キムヨン軍、富山、中央から上がっていった。西、ボールを奪う。奪います。田中、カウンターですよ。ボールは奪われます。サイドチェンジ、おっと危ないところでファールです。たまらず行ってしまいましたね。ここで選手の交代があります。固い守りだ。オープンスペース、ボールは戻り、アップオフサイドですか。あ、やっぱり出てますね。そうですね。ここで選手交代。さあこのボール、いいところ、西、つながらない。梅村、抜けない。いい形だ。ここはクリアします。やってしまった。いやー、もったいないですよね。これからのプレーに響かなければいいんですけどもね。北澤さん、今のゴールというかプレーなんですが、いかがでしょう。そうですね、明らかに精彩欠いてますよ。集中してほしいですね。さあ富山、形としては不本意な得点を与えてしまいました。そうですね、相手にとってはラッキーなんでしょうが、すっきりはしないですよね。硬い、これは合いません。西、若さ、さらに返す。そして前線、亀田。さあ後半40分を回りました。右上がっていく、長いドリブル、抜けてきましたよ。っと頭で合わせた。あっと入りません。いい形で右サイドから攻めていきました。そうですね、うまく形作れましたよね。あっと、これはオフサイドですね。なるほど、旗が上がっています。キム・ジョンヒョン、ここで交代させます。今日はあまりうまく機能してませんから、監督としてもしょうがない交代ですよ。内田、大西、田中、
亀田、さあ前にいるぞ、西、試合終了の笛が鳴りました。2対0、大分勝ちました。では北澤さん、試合の感想をいただきたいと思うんですが、いかがでした？